ねえマリサ。最近お財布の中が、寂しくない？霊夢もか。めっきり出番が、なくなったからな。そうそう、銀行にね。お金が、振り込まれなくなったんだよ。あらあなたたち、お金に困ってるんですの？全然困ってないよ。ただ、どうやって生活していこうかと、思ってるだけだよ。それを世間では、お金に困ってるっていうのぜ。そうなの？久しぶりに来てみれば、霊夢は相変わらずですこと。それはそうと、本当に深刻なのぜ。お二人の問題、私が、解決して差し上げますわ。本当に？あたしね、999億だけでいいよ。マリサ、スーツケース用意して。オッケーなのぜ。ってそういう話じゃないだろ。そうなの？霊夢、全然話が違います。私、新しく会社を作ったんですの。じゃあ、サナエは社長さんなの？違いますわ。代表取締役、社長ですの。代表取る役の、社長さんなの？そう。私があなた方の、代表を取る役を、務めますの。って、違いますわよ。そんなわけないのぜ、霊夢。もういいですわマリサ。お話を、進めますわよ。会社は、二つ起こしましたの。いっぺんに二つもか。すごいのぜ。やっぱり、情を取るって、すごいの？一つは、懐かし特撮、アニメアニソン研究者。もう一つは、竹取の翁、伝承研究者。ですの。わあ、どっちも痛そうな名前だよ。どうするマリサ。俺はやるのぜ、金が欲しいからな。マリサがやるなら、あたしもやるけど、痛いのやだよ。では、決まりのようですわね。お二方とも、希望する給料の金額を、提示しなさい。あたしはねえ、999億、999万、999億、999。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、これだけもらえれば、十分だよ。あら、霊夢は、9が好きなんですのね。そうだよ、一番大きな数字だからね。俺は、1万 GP でオッケーなのぜ。マリサは、現実的ですこと。マリサ、そんなに少なくていいの？あたしが、交渉してあげようか？わかりました。お二人の給料は、マリサが、1万 GP。いいねえ。霊夢は、999 GP。やったねえ、9がいっぱいだ。マリサは、1と0しかないけど、そんなに少なくていいの？俺は、これで十分なのぜ。さて、お給料も決まったことですし、お二方には、バンバン稼いでいただきましょう。やったねえ、これで大金持ちだ。でも、台帳がなくなっちゃうの？